先に言っときます。プリンを食べながらです。うま。プリンがあったかくなったら美味しくなくなっちゃうので先に食べます。こんばんは。はい、プリンを食べています。美味しい。絶対あの押し出し入ってたけどな。絶対ストライクだったけどな。まあいいか。なんかそうやって帳尻合わせないでほしい。うん。ナイス。ナイスクリちゃん。ハッピーさん、バジョンさん、野球ボールありがとうございます。後からお腹いっぱい。
後からインスタの話をします。一旦プリンの時間。タワーうちがプリン食べてたらタワー来た。待って、せーの、タワー、タワー、ありがとう。風と海とさん、ありがとう、ありがとうございます。ホークス頑張れタワーかなありがとう。プリン代絶対違うでしょ。入ってないの？入ってないか。B って何B って何？あ、誕生日なの？ハッピーバーおたおめ、誕生日おめでとうございます。11月3日。3歳の日。よし、ハッピーバー。ハッピーパー、よし、気になる選手。ホークスには推し選手がいます。はい、ちゃんと推しはいます。あ、さっきの B ってこれってこと？ B ってこと？そういうこと？B。 ハマスタでホークスの応援してます。え、いいな。チケットください。振ったよね。うん。絶対振ったよね、今。今のボールって言われたらマジでブーイングものなんだが。本当に。
うすんの尾形くん。うわいいボール。めっちゃいいボール。もうお腹いっぱいなんだよなプリン。ちょっとタンマということで、今日というか先ほどインスタでに投稿させていただいたんですけど、なんとこの間ディズニーに行ってきました。はい、わーい。ちょうどハロウィンがやってる時期で、そう、私ハロウィン行ったのマジでいつ以来ってぐらいだった。ちょっとわかんない、多分なんですけど、行かせていただいてっていうか行ってきて、自腹です、はい、普通にいや、そうですね、すごく私はアトラクションが大好きな人間なんですけど、みずみんはアトラクション、あ、水島美優ちゃんと一緒に行ったんですけど、みずみんはアトラクション全然乗れないタイプのそう、アトラクション全然乗れないタイプ女子だったのでそう、でも一個だけちょっとやっぱコースター絶対に私が乗りたかったっていうのもあってちょっと乗せようと思ってあれ一回転レイジングスピリッツだっけに乗せました。もうもう35分待ちだから行こうっつってそう、ちょっとさすがにタワーオブテラーは無理だったっぽいそう、でもそれ以外はあんまなんか凄いアトラクションみたいな、アトラクションというよりもほのぼの回るぐらいの、なんか久しぶりのほのぼの、なんか初めて、むしろ初めてかもぐらいのほのぼのディズニーだったというか、そう、写真をいっぱい撮った、あんなに写真撮ったディズニー初めて。なんかいつも本当にアトラクションを一生乗ってるのでそう、私がよく行ってた友達、一緒によくディズニー行ってた友達もアトラクション乗りたいタイプ人間だったから、ずっとアトラクションに乗ってたのでここ最近、そう、こんなに写真をいっぱい撮る、なんか写真撮ったとしても、その友達と行った時は写真撮ったとしても並んでる時間とか並びながら撮ってくれたりとか、本当に数枚撮ったりとかっていうあれで、そう、なかなかディズニーで写真のために時間を使うっていうことをしたことがなかったので、そう、私にとってもディズニーの中で初めてそういう経験をしました。うわ、そう
またあの写真はいっぱい今後載せていけれたらなと思っています。いろんな写真を撮ったので、そうこんなに撮るってぐらい撮ったのでそう、そうです、アトラクションはソアリン、タートルトーク、あのニモ、ニモのやつ、ニモとドリーのやつ、シーライダー、アクアトピア、レイジングスピリッツ、トイストーリーマニア、回転2万マイル、あとラプンツェルのやつ、全部なんかほのぼの系でしょあと何か乗ったかな、それぐらいだった気がする。でもほんと全部ほのぼの系、ほのぼの系ディズニーでした。そうでもやっぱちょっとアトラクション乗りにもう一回ちょっと行きたい気持ちになっちゃった、うん、あとなんか乗ったっけな、ライナー、ちょっと見えてないけど、あんま、すごっ、今ピョーン、すっごうわ抜けてたらな、マジで抜けてたらなあ、悔しい。そう本当にだからほのぼのディズニーでした。すごくまたなんかまた行くときはハロウィン以外の時に行きたいですね。はい、あのみずみんと行くときは写真を撮るディズニーっていう感じなのかなって、多分アトラクション乗れないからそうなっちゃうから、アトラクション乗りたいディズニーになるときは友達と行こうと思います。でもいっぱいなんか全部よなんか画面も寄っちゃうらしくてそう画面も酔うしコースターも酔うしみたいな、何酔うって言ってたかな、回転2万マイルのあのガラスも酔っちゃうみたいな、そう全部酔っちゃうタイプで高いところ苦手みたいなそうだからソアリン絶対に行きたいって言ってたから、そう絶対に行きたい、そうもうソアリンは絶対に乗りたいですって言ってたから、でソアリン行こうってなったんだけど、ソアリンの高いところがもう一番最初がソアリンだったんですけど、ソアリン高すぎて無理みたいなそう
おもろすぎた無理なんかーいってでもその、 あのよく行ってる友達はもう基本的に絶対誘ったら絶対に行ってくれる子なので、ディズニー大好き人間すぎてそうだから行きたいなと思ったら行きます。行きたいなと思ったら誘います。タートルトーク一番喜んでましたうん、なんかかわいい、かわいい子たちが、小学生、保育園生ぐらいの子たちがいてかわいかったです。あと修学旅行生がちょっと多くて、そうなんか制服着てる人たちを見ては全員年下なのかって思いました。はい、うん、すごい悲しい気持ちになりましたね。周東さんなら全部取れると信じてる。なんかでも今日の解説陣がどっちもDNA 側の人たちなので、あんま別に解説聞いてても DNA のことしか出てこなくて、うんホークスの情報何も出てこなくて、しょうがないんですけどね。ホームなんで。ああ、惜しい。もう危ない。
あと何か、なんか喋ってほしいことありますか、ディズニーで。まあでも大体みんなが聞きたいだろう、何乗ったのとかも喋ったし。そうですね、マイカーさん野球ボールありがとうございます。あ、何食べたの、確かになんか餃子ドッグをまず食べたんですよ。でいろいろ乗って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 、わーお腹すいたねってなって、浮輪まんが私大好きなので浮輪まん食べようって言って、で浮輪まんを食べようとしたら、まあ、7時ぐらいだったんですけど、浮輪まんを食べようってなったのが、なんとその浮輪まんのお店が6時45分までで食べれなくて、でなんかチキンなんちゃらみたいな、照り焼きチキンなんちゃらみたいなののやつもなんかうおほぼ売り切れ状態みたいなやつ感じだったんですよ。そう、あのあれじゃない、チキンなんかこうやって食べる、なんかなんて言うんだろう、むずいな、ターキーレッグじゃないやつです。そう、でもとりあえずそれを食べて、あ、食べようとしたんですけど、あい、なんか売り切れみたいな感じで、そう、それで結局その近くに売ってた骨付きソーセージみたいなのを食べましたまあそれしか売ってなくて、そう、私もそんなすんごいなんか絶叫得意ってわけじゃなくって、そう別にすごい得意なわけではなくて、でもなんかせっかく来たんだったらっていう気持ちとか、そうがあって、基本的にはなんか乗りたいなって思うんですね。そうだからだいたい乗ってますそう、だってタートルトークも楽しいしいいなって思うけど、なんかあこで手挙げて当てられない限りは TikTok で見てるのと変わんないじゃないですか。そうだからアトラクションが大好きです。うわー、いいところに、いいところに打つなマジで。なんかさ、あの頃のホークスと戦ってる気持ち本当にしんどい本当にしんどい。でも去年クリスマス、去年か一昨年のクリスマスに行ったので、そうクリスマスはもう一旦あれかも。やだこの人本当になんかすごいからやだすごいからやだ。そう、
光栄なことですよね。すごいからやだ。よし、今年のクリスマスか行ったの多分。月2撮りたいよね本当に。でもやだ、何なのこのこのあれ、ここでストレート投げなかったらもう何もできないでしょみたいな。何何敵作るよ。よくないよ、そうやって言うの。中立の立場で実況解説して。さあどうする。おお、うわあ、あれは降らないよな。もうやだ、実況解説聞きたくない。しゃべる本当に。でも聞かないと分かんない。聞かないと分かんない。そう。聞かないと全然わかんない、野球見てるだけじゃ。ということでですね、買ってきたお土産を紹介していきたいと思います。イエーイ。このさ、DNA にさ不利なカウントになったらさ、喋んのやめんのやめな、喋んな。本当に喋んのやめんのやめな。マジで。
危ない、やめて、本当にやめて、もう怖い。はい、まあ、まず友達がね、友達のベビタンがなんと近辺誕生日なのでが前だったもん。もうはい。そうなんですけど、つらい。はい、誕生日を迎えられているので迎えておりまして、あ、危ない、これ値札シールつけたまま送るところだった。まず一つ目、こんな結果落ちてた。絶対可愛くない？あ、やばい、めっちゃ値札シール貼ったまま。これどうやって値札シール取るの？あ、取れた。じゃーん、絶対か、まあ、まだまだ、え、1歳ってどんなもんなんですか、サイズ。まだかもしれないけど、まあ可愛いだろうなと思って。はい、自分に子供がいたことがないので1歳って何歳って感じなんですけど、とりあえず友達のベビタン用に、ベビタンのサンプレ用に買いました。はい、で、私はとある友達に、あ、とある友達、その友達に約束したんです。誕生日ごとにトミカあげようって。なのでトミカも買いました、ディズニーの。そう、可愛いでしょ。並んでた中でナイスナイス、うん、でもマジナイス、マジナイス、今のほんまに。ただトミカって対象年齢3歳以上なので、はい、そうなんですよとりあえず飾っといてもらいます、3歳までは。はい、これが友達の子供の誕生日用。
ちょっと奮発しました。まあ1歳だからね、初めての誕生日、まあそう0歳以外の初めての誕生日なので、ちょっとね、ちょっとでもね、なんかいいものをぐらいの気持ちでちょっと奮発しました、はい、来年はトミカでそしてその友達がもうすぐ誕生日なのでそう、そんなすぐじゃないんですけど、もうちょっとで誕生日なので、その友達にまずプーちゃんとこのプーさんのランダムのフィギュア、ミニフィギュア、買いました。プーさんが好きな子なので、なんかもうなんかプーさん毎年だいたいいつもディズニー行った直後ぐらいに友達、その友達の誕生日が来て、で友達に会う機会が来るからいつもプーさん買うんですけど、もう何買ったか忘れるぐらいディズニーのプーさんのものあげすぎてて、何買ったっけってなってるんで、あのニューって書いてあるものしかあげれなくて今そう、いた、いろんな意味で痛い。はい、なのでとりあえずニューって書いてあるプーさんを買いました。前田くん出てきて。マジでお願い。そしてまた別の友達が、いや私友達何人いるのめっちゃ多いじゃんって思われるかもしれないんですけど、マジ数少ない私の友達がなんか、っていうかその別にそのなんだろう、その子はそんなディズニーめっちゃ好きってわけじゃなくて、そうでもめっちゃ可愛いなんかのがあって、その子っぽい雰囲気のお土産があって、シュート痛い今の、いやマジホームランじゃないだけ全然いいんですけど、絶対シュートさん痛い。シュートさん痛い、大丈夫？特になんか大丈夫そう。マジやばいねえ、10対2って何本当にさ、どうした泣きそう。本当に
通に泣きそう。はい、今日負けたら終わりです。いやで可愛いなと思って、そう、その私がの友達がもう誕生日は迎え終わったんですけどあのプレゼント渡せてないので、めっちゃ可愛くない？でノンカフェインの紅茶なんですよ。そうカフェインですの紅茶なので、そう、そんなにいいかなと思って、めっちゃ可愛いこれ、はい、プレゼントしたいと思います。そうで入れ物も可愛いから、入れ物もなんかに使ってほしいなっていう気持ちでいっぱい。本当にこういう雰囲気の友達なの。だから、はい、と思って、で、あとは、あ、ママ、私、あとはもう私が大好きなこの101匹ワンちゃんのクッキーをいっぱい買いましたちょっと見せたら、あの値段バレるですけど、いっぱい買いました。2個だけとりあえず見せときます。はい、これ美味しいんで、すごくこれしか勝たんって気持ち。あのこれはお菓子禁止する前に買ったやつなので大丈夫です。いただきます。もうやだ、え、本当に、はあ、つらでもいっぱいお土産を買いました。頭痛くなってきちゃった。もうめっちゃ今日楽しみにしてたのに、野球でも次はね、1回じゃないや、周東さんからなんで、はい。
そしてですね、じゃーん、なんと ファンの方からのプレゼントを、なんかこれだけ急にいただきました。やったー、ありがとうございます。これだけ急にいただいたんですけど、ほんと他何もなんですけど、これだけ。はい、今年も山手線謎巡りのキットをいただきました。なんか開けます。基本的にはこれもう本当にいろんな山手線の駅に行くんですよ。そうだからなるべくなんか一気にやるよりもなんかのんびりいろんな駅に行きながらやった方が、あ、全然1日で終わるんですけど、そう難しいよね。でもその1日フリー切符を買った方がいいとかっていうのもあったりとかするし、あ、でもこれはないのかな、特内パス。昨日新宿駅行ったのに、 あんま見せちゃダメか、中身。あんま中身見せちゃダメだよね。そう、昨日は別の謎解きをしに行ってたので、特内パス乗り放題、これを使えってこと？760円フリーエリア。これ使ったら700いくらでお得にいろんなところ巡れるよってやつですね。
なんか気負いすぎてる、そう気負いすぎてそう、周東さん。どうしようかな、また謎、この山手線謎めぐりデーを作るか、それとも本当に仕事の合間を見て行くか迷ってます。もう疲れちゃったよ、もうメンタルやられてます完全に。はい、マジで山川さんがさ日本シリーズ全然打ってくれないんだよね本当に。今日は片付けをちょっとしました。ナイス。頑張って本当に本当にもう一本、マジでもう一本、本当に本当にもう一本欲しい、本当にもう一本欲しいマジでここで。だってさ解説の人しか喋ってないじゃん、解説実況、実況の人しか喋ってない、ホークスの攻撃になったらもっとホークスの話いっぱいしてお願い。福岡行きたい。あーダブルプレイか、
当に良くないですね。疲れちゃった。いや、まだいけると信じてますよ。はい、私の目には1対2に見えます。はい、今勝ってるように思えます、もはや。はい、1対2に見えます。全然全然そう見えるんで大丈夫なんですけど、ちょっと全然ね、いやマジでこれが野球だよ、これがホークスの野球だって本当に。やばいね、11対2って何メール書く。アンレームに入ってほしいだって。2ヶ月だけ？あと2ヶ月？いやマジアンレーム
ゆいちがすごすぎてさ、なんかアンレイムの動画とか結構よくツイッターって流れ、おすすめに流れてくるんですけど、なんかゆいちがすごすぎてすげえなって思ってます本当に。なんかさ、このさ日本シリーズのさ せいでって言ったらあれだけどさ、なんかホークスは弱いみたいな最後言われるの嫌なんだけど、いや一応さめちゃめちゃにパリーグボコボコにしたんだから強いよ。そう、貯金もめっちゃ作ってさ、点数もちゃんと取ってさ、ねえしか言ってくれないの、やば。そう、本当クライマックスシリーズでまあ正直負けると思ってたけど、ちゃんと勝ってくれたのに。悔しいちょっと多分相性が悪い、うん、あと本当にここ痛い間違えたんだろう。本当にここ痛い。え、なんだろうこの痛さ。え、ぶつけた？あ、落ちちゃった。すごい。痛い。ね、本拠地で勝てなかったのがね、確かにちょっと辛い。ほんと肌荒れしてる最近。もうやだ。なんか肌荒れしてるから肌を保湿しよう保湿しようってしたら本当にもっと悪くなる。肌荒れするもっと。やだ
やだ。見て、ちゃんと見て。でもバッター知らないのはさ、向こうも一緒だからさ。なのに攻略されてるのはなんで？これ食べるね。これはだいぶ前に買ったお菓子だから許してください。このバッターだけはじゃない、みんな今宮さんだって変わってないし、一回マジで太っていい？もうなんかすごいストレスで食べ過ぎそう。一回人生のピーク目指してみていい？ダメ？ごめん、分かった、気をつける。そうだよね。え、そうだよね。だってドボンまでに痩せるんだもん、うち。ごめん、間違えた。マジでマッチ戻ってきてほしい。マッチ、内川さん、慶三さん、本当にあの3人に支えられてたって分かった？
かったっしょ。いやもう千賀くんはさ3つで頑張って、悔しい。なんかあんなに息巻いてたのに私もう優勝 したらユニフォームで作りますとか、なんかもう2勝した時にもういけるんちゃうと思って言ってたけど、今のピョンを見て、マジで誰が悪いわけじゃない、本当にあのベスターズが強かった、ただただも痛い。集合、この応援歌だけ覚えた、応援歌、この曲だけ覚えたThank you.
振ってたって。ここまでヘッドは回ってないか。なんも喋る声と長くなっちゃったよ。ディズニーの話も終わっちゃったし、なんか11対2だし。ナイス。どうしたん？どうしたん？7点って。でも映像で見たくない。どうしたん？7点って。ほんまに。いやー、ギータのホームランで流れ持ってきたと思ったけどなー、悔しいね。
疲れ様です本当に何話す？何話す？サメ会ちょっとマネージャーさんに聞いてた質問が返ってきたのでありがたい。あーライナーありがとうございます。いや私この間お仕事の時に野球終わった時にこうやって野球見ながら帰ってたらマネージャーさんまあ負けてたんですよその時ホークス。したらマネージャーさんに「そのまま負けますね」って言われました。はい、いや勝つんでって言ってたんですけど、その日は負けました。悲しい。
日寒暖差すごいって。え、ホークスのさピッチャーってさ誰いた？そんな千賀くんがさずっとそんな頑張ってたっけ？まあ、和田さん、サファーって、うん、まあ千賀さんかやっぱ。千賀さん和田さんだよね。東山さんどマジえ何などうしたん？そういえば。そういえばそうだわ、懐かしい、忘れてた。ナイス近藤くん。他のパリーグファンからすれば羨ましいほどピッチャーが揃ってる。え、じゃあなんとしたん？又吉さんどこ行ったん？そういえば広報又吉さん私は又吉さんって呼んでます。でも確かあれですよね、ドラフト今年ピッチャー取ってた気がする。もう早くその選手を全力で育ててほしい。一回電気消しますね、頭痛い。繋がらない。
待ってもらっていい？ホークスだってちゃんと守ってるんだけど。すごい。すごい。ねえ、シュートさん、そんな悲しい顔しないで。いや、まあ選手会長的にはね。そうだよね。いや、もう何とも言えないですよね。でも完全に、いや、私はユニフォームですよ。まだ、いまだに何とも言えないっすよね、マジで。正直これはちなみに、でも初戦とは違うユニフォームです。初戦は T シャツ風のこんな感じだったんですけど、今日はもうユニフォームです。完全に、そう、初戦とは違います。まあ誰も覚えてないと思うけど、黒ってことしかみんな覚えてないと思うけど、いや、まあでも相手もプロなんで、そうね、ね、野球は9回ツーアウトからがって言いますけど、相手もプロなので正直言うとね、じゃないとここにいないですから、普通に。追いかけないで、もうお願いだから追いかけないで。
君は足が速い。君は足が速い。今みー、なんか最後ぎ最後じゃないけどまだこのツーアウトのところでギータが来んのえぐいて本当に。泣けるよね。悔しい。まあ、ベイスターズおめでとうではある。マジでそこに関してはうわー、なんかこの笑顔をホークスで見たかったなーってめっちゃ思いますね今。いやまあ強かった。本当に。ねえ、誰も帰りたくないの辛いって一番。もう喋らないでくださいもう。本当に
悔しいですね本当に悔しいですね。マジで悔しい。本当に悔しい。コピーできない。もう本当に今右耳にパンチしたい あのイヤホンが入ってる右耳に。すごくパンチしたいです外してイヤホンを殴ればいいのか。そうだよね、ごめん。そうだよね、ごめん。
まあ、いやマジで DNA が強かったです、本当に。え、本当に悔しいんですけど、でももう強かったとしか言えない、言いようがないというか、本当になんかおめでとうっていう気持ちだな、悔しいけどめっちゃ悔しいけど、そうね、まあ多分そうね、本当に悔しいですね。いやちょっとこの1年間頑張ってきたこの野球にの結果に関しては寝ても忘れられないですはい、昨日のウィバースの寝ても忘れられるっていう話は、まあなんか変なこと言われたんですけど、まあそんなことなんてどうでもいいやぐらいな気持ちでそう寝ても忘れるぐらいの感じだったんですけど、いやそれは私別に悪くなくない、ウォーウォーって感じで、まあ寝ても忘れるかぐらいだったんですけど、ちょっと野球の負けに関しては正直もう引きずりますね、だいぶちょっともう何も食べれないかもしれないしばらくうん、あ、違います、あのベイスターズのファンの方に何かこう言われたってわけじゃなくて、あの全然違うことであの言われて、そう、しかもなんかみんなが見えないところで言われて、なんかしょべんってなったっていうだけなので、あの全然、そう、なんかあのなんかなんて言うんですか、まあいましたけどね、別にあのハーピョンのファンっていうかベイスターズのファンの方の中にもいましたけど、なんかすごい言ってきた人いたけど、別に何とも思ってない、うん、強いのは選手だから別にその人が強いわけじゃないんで、強くてかっこよくてすげえっていうプレーをしてたのは選手だから、別にその選手たちに関してははいすごいなって思ってたぐらいです。本当にね、私にしか見えないところで言ってくる人はもうなんか一回そういうことがあるとその人のことを絶対に信じられなくなるタイプの女なのではい、言うならショールームで言ってくれって感じ。そう、みんなが見てるとこで言ってくれって感じ、ツイッターとか。悔しくて泣いてます、うちもマジで悔しすぎて、本当にさっきのベイスターズの皆さんのベンチで喜んでる姿を見てマジで泣くかと思った。本当にホークスのメンバーというかホークスの選手でこのシーンを見たかったっていう、すんごいもう悔しい気持ちでいっぱいでしたけど、今はもうおめでとうっていう気持ちです。もうきっとすごい巨人ファンの人の気持ちが今すごくわかりますはい、
巨人のファンの人とは今だったら仲良くなれそうですはい、すごく悔しいです。なんかでもいろんな人の名前は覚えました。ベイスターズ顔はちょっとごめんなさい全然覚えれないんですけど、いろんな選手の名前は覚えました。桑原さん、東さん、筒香さん、牧さん、牧秀悟だけ覚えたはい、あとケイ、あとはちょっとごめんなさい。マーキシュゴーだけ覚えました。私が巨人の選手を覚えてたきっかけも本当にこうしてホークスの選手たちと一緒に試合をしているのを見て覚えていったので、来年も一緒に戦いましょう。ぜひ、はい、やばい、これちょっと見ちゃダメなやつ、見ちゃダメなやつって言うとちょっと良くないみたいな。違う、私が第1話見てないから。そう、第1話見てないから、放送映像入れとくと気になって見ちゃうやつ、見ちゃダメ。でまた日本シリーズで、わあ悔しマーキシュゴでも野球を好きじゃない、まあ、好きじゃないって言うとあれだけど、野球なんてって思ってる人たちからしたら、あ、やっと野球終わってくれたって思ってそう。いや、わかるうちもなんかドラマとかバラエティが好きだった時はそう思ってた。なんでテレビで日本シリーズってやるの？別にさ、テレビでやんなくてもよくない？
わかる、うちも思ってた。今じゃもうテレビでやってもらわないとあのラグが起こるからテレビでやってって気持ち本当にすごい、そう私も過去はそう思ってましたよ。応援はするけど別にテレビでやんなくてよくない？思ってた。マジで。いやでも本当に悔しいでした悔しいです、すごく。あと今日やらなきゃいけないこと一個やってないし、はい、やばすぎだってもう野球見れないんでしょ、このし今シリーズ、今シーズン。やだそれがやだ。痩せよう。プレミア12はだって押し出ないし押し出ないし、うん、あ、ここか。片付けるの忘れてた。牛間宮さん、プロ野球の妻は本当に狙ってないです。万が一なっちゃったとしても本当に今は狙ってない、わかんないじゃないですか今後。だからもう絶対にありえませんっていうことなんてわからないですけれども、今はマジで狙ってなくて、はい。だって基本遠征多すぎない？うん、今はもう選抜しか狙ってなくて、そう。絶対に無理なんですよね私遠征全部ついてくかどっちか。選抜にはなりたいけど、本当に今いただけているお仕事一個一個超大切にしていきたい。そっちの方が強いです。行かない旅だってマジでもうね、なくしたくないし、やってみっちゃだってなくしたくないし、今せっかくいただいているお仕事一つ一つを自分たちのというか自分のものにしっかりとできるように、なんだろう、うん、なんかね、そういう気持ち。あとは普通にもうなんかそれこそ
別に今の AKB に興味がない人たちだとしても、なんかちょっとでもね、この野球日本シリーズを通して野球が好きな人たちが AKB にホークスのファンがいるんだってなって、なんか昔 AKB をしてたけど行ってみるか久しぶりにとか思ってもらえたら嬉し、より嬉しいなって思いますね。行かない旅のコメントに関してはマジで本当に全部読んでるんで、やってみっちゃも。そんな感じです。私のツイッターのリプとかも全部読んでるんですけど、私ツイッターのリプ欄でなんか謝られてる。挑発してごめんなさいって謝られてる。おもろい。なんかでもさ、お腹鳴っちゃった。負けました。寝れない。まだやらなきゃいけないことが一個残ってる。ずーっと先送りにしてきたこと。待って、あれアンケートっていつまでだっけ。ちなみに
明日。仕事前に書こう。明日これ絶対。体育座りです、はい、まあでももう落ち込んでてもしょうがないんで、まあゴールデングラブ賞を取ってくれって気持ちですはい、今 LINE 開いて何調べようとしたんだっけ。うわちょっと待って、なんだ、あー思い出した、まだだった、まあいっか。じゃあ10時まで、10時になったら終わります。10時まで楽しい話をしましょう。10時前に終わるかもしれないけど、はい、何の話しますか。でもディズニーの話ももうし終わっちゃったんだよね。新公演どう？え、マジでわかんないどうなの教えて。逆にね、高校野球も好きですよ。あのオンラインお話し会の時にマネージャーさんたちと見てました。オンラインお話し会の休憩の部の時に私マネージャーさんたちと見てました。野球配給ファンの仲良しの、 あの鍵山飛雄くんが好きなマネージャーさんも一緒に見てたんですけど、まあ、野球をね女子に勧めるってなかなかのね高難易度ですけどね、正直。どこの高校ファン、うーん、まあ、ここの高校が好きっていうとこはないです。新公演ってレッスン始まってるってさっきセリちゃんが言ってたよ。えじゃあ初日面だけなんじゃない。一緒にレッスンされるって言われたけど初日面だけなんじゃないはい、私は始まってないですはい、わかんない、ごめん。ユニットセンターないの、え、曲も一曲も知らないごめん。明るい話から遠ざかってる。そう、そんなことないよ。新公演が始まるっていうのは明るい話だよ、うん、そんなことないよ。ギャロンさんミラーボールありがとうございます。あーユニフォームで作れなかった、ショック、悲しい、ピエーン。
延期はないんじゃない、さすがに。だって12月4日にやりますって言っちゃってるし、初日も発表しちゃってるし、多分メンバーのスケジュールも抑えてるでしょ。もうさすがに延期はないんじゃない、やるんじゃない、知らないけど知らないけど何も。年内に一度当たったらいいな。え、私がまず出るかもわからないんだが。あ、そっか、まあ、ピョンファンじゃなくな、ピョンがいない時に申し込んで当てればいいのか。ごめん。ごめん、勝手に私がいる時に申し込むって、その、フィルターかけてた、ごめん。なんかでもコミさんの YouTube、 あの卒業発表から2ヶ月みたいなのを見て、なんかすごい後輩に送る言葉みたいなところとか見てた、見てた、聞いて、聞いて、なんか自分に問いかけようって、問いかけて、問いかけた、見た、問いかけ、問いかけたよね、その時そう、見ながら、そう、うん、そうだなーって問いかけながら見てた、うん、私は、まあ、コミさんはそう選抜を経験されてたりとかいろいろっていう話をしてたけど、私はその時期が全くないのでそう、そういう時期も全くなかったし、選抜に入ったことも一回もなかったから、なかったからすごい過去形ないから、そう、なんかコミさんが言ってることを分かる分からないはあるけど、いい話だなと思いながら聞いてましたはい、ぜひ AKB ファンはそれこそラジオ感覚とかでもいいから聞いてほしいなって、まあ、AKB ファンっていうか AKB かな、普通に AKB のメンバーというか、もう私が喋ってるあれじゃないんですけど、いいな、素敵だなと思ったので共有がてら、
あとは橋本春奈のやってみっちゃと行かない旅ですかね。あれは確実に見てほしいなと思います。インスタも投稿したのと、うん、元気に頑張ります。終わり、終わろう配信。ちょっと10時までやるとまたメール送るタイミング失うので早めに終わって10時までにメール送ります。まあ明日には、明日からは野球の話はしばらくないので、でも本当になんかそれこそファンの方から野球の話ばっかりでっていう話をいただいたから、なんかなるべくインスタもちょっとね、なるべく2日に1回3日に1回ぐらいはあげようって思ったりとか、おはよう投稿も頑張ってみようって思ったりとか、なんかたまに、なんかたまに SNS 登場、なんかふと写真だけ登場させてみたりとか、ストーリーもね、なるべく、今ちょっと切れちゃってるかもしれないけど、なるべくその絶対にハルピョンのストーリーが24時間のタイミング、どこで見ても新しいのがあるやつにあるのにしてみようって思ったりとか、 SNS をこの日本シリーズ期間、クライマックスシリーズも含め、こうちょっと頑張れたかなって思っているので、はい、まあ野球は終わっちゃったんですけど、できるだけ続けていけたらなと思っています。ショールームだけじゃなくて他の SNS も頑張っていけたらなっていう気持ちでいっぱいです。とりあえず今日のインスタ投稿したので見てください。よろしくお願いします。なんかそうですね、はい、そんな感じ、はい、じゃあ終わりだよ。はい、皆さん本当にありがとうございました。まあ全然野球見て喋らない配信で悔しい気持ちになったんですけど、久しぶりにみんなとこうしてちゃんと野球を見れてよかったです。来年は勝ってくれることを祈ってランキングを読みたいと思います。あー悔しい。1位、風と海とさん、タワーをありがとうございました。お誕生日もおめでとう、ありがとう、おめでとう。2位、鉄道ナイトアットピョンズさん、ありがとうございます。3位、ギャローさん、ありがとうございます。4位、バジョンアット、26年間大好きでよかった。じゃあピョンのことも26年間好きでいたね。よろしく。5位、カプレさん、ありがとうございます。6位、サプライズレバーアットピョンズさん、ありがとうございます。7位、勇気アット、残念、来年こそは我が読売軍といい試合しましょう、その時は4立てさせてください。8位達也さん、ありがとうございます。9位西くんさん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位マークオンさん、ありがとうございます。12位マジカのバナナと橋本さんのカチューシャ、ちょっと待って、橋
翔地さんのカチューシャ悩んでやめたの後悔。ディズニーすごい時間止まってた魔法面してる。ディズニー、え、あれが一番可愛かったでしょ絶対。ここにポンポンついてて、まあ、またいっぱい SNS にあげるので俺のカチューシャ姿いっぱい見てくれ。あのね、まあいいや、またその時話します。13位、トラックやろうとゴリさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。そう、まあわかると思うんだけど、インスタの投稿見てたら、あのカチューシャとパッチン2つ買ったんですよ。そう、まあ、あのカチューシャは正直ハロウィンの時しか使えないけど、パッチン止めは正直もうもはや普通の犬コスプレとかの時も使えるしそう、あの全然普通の時にディズニー行った時に使っても使えると思ったので、そうちょっと安かったし、みずみんとお揃いで、そうみずみんはパッチンとパッチン2個買って、私はパッチンとカチューシャ買いました。でもマジあのカチューシャが一番可愛いと思って買ったので、ぜひこのあと何日間か何ヶ月か分かんないけど、いっぱい本当に写真撮ったのでいっぱいあげるので、ぜひいっぱい見てください。よろしくお願いします、はい、ということで、やばいメール送んなきゃ、結局10時になっちゃった。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢ののびとジャンプで12437盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃって、向け出身ハロぴょんこと橋本アナでした。それでは皆さんありがとうございました。また野球は来シーズン、配信はまた明日お会いしましょう。それではバイバーイ、ありがとう、おやすみ。